こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。さあ、今日も無課金サバカ芝居の丸やっていきたいと思います。こちら、ここ見てください。ランク1000メモリアルガザマン、次のボーナスまであと1。来ました。とうとう来ました。ということは、ランク999でございます。はい。999。で、まあ、せっかくなんでね、動画にね、残したいなと思って、はい、最後、ランク戦になる瞬間を皆さんとお迎えしたいと思います。はい、僕がこれ最後のダンジョンを選んだのは、未知の新星、超重力のコン、5円の百竜でございます。はい。まあ、パーティーご紹介しましょうか、早速。それでは、お正月、神結びですね、リーダー、超学生スキブプラス、リラチェーン体制、スキルチェーン2つ。これが、大冒険コラボのマームの武器つけてます。はい。で、芝ドラですね。前世芝ドラ。超前世芝ドラ。で、聴覚成長つなげし、上限解放、スキルチェーン2つ、シーウルフの武器つけております。で、あと2体がね、もう全く他一緒で、アシストが、マドゥの帽子ですね。はい。で、こちらが、杯ですね。ワンピースコラボの、赤犬ですね。聴覚成10項目強化、上限解放、スキルチェーン2つ。これがね、何やったっけ、サンデーコラボやったかな、延々の消防隊の、ベニマルの武器でございます。はい。で、こちらがジョナサン・ジョースターですね。こんな感じで、ね、ジョナサン・ジョースター持ってなければ、サレーネを持ってないんで、めちゃくちゃ苦労しました。はい。手のかかる子でしたね。はい。で、聴覚成が7コンボ強化。で、上限解放、スキルチェーン2つ。で、これがシーウルフの、時計の武器つけてもらってます。で、バッジは HP プラスですね。はい。それでは、挑戦していきたいと思います。いやー、ね、ランク戦ガチャ。あ、ごめんなさい。スマホスタンドがグイーって下がっちゃった前や。はいはい。で、僕はここで、いきなりね、一発目ジョナサン使っちゃいます。はい。ついでにまあ立ち回り解説ではないですけども、軽くね、はい、使っていければなと思います。はい。いやー。今日でね、この柴犬丸のアカウント、ログイン444日なんですよね。だからなんかゾロ目に1000になるの、キリがいいなと思って。別に調節してたわけじゃないんですけど、ごめんなさい、今日初めて喋るんで。で、これは、ベニマルの武器使って、属性吸収無効の武器なんですよ。で、からシバードラ使っていきますと。はい。今日全然喋ってないんで、今日は割と、時間に余裕がある日なんで、はい。多分ね、皆様の、健やかな、健康で文化的な最低限の、生活じゃないですけど、皆さんが、起きてはる間に動画をお届けできると思います。その日中にね。はい。で、ここの芝ドラ使っちゃいますと。はい。いやー、で、このランク戦終わったら、もちろんランク戦の盛り上がりも来ますと。で、あと石がね、90個、ちょうどね、調節してきたんで、9回だけね、9回だけっていうには大きいけど、9回も引いていきたいと思っております。で、ここ、マーム武器を使って、無効貫通プラス、回復力減少を奪い返す効果があるので、それを使います。で、芝ドラ使って、で、ヘイストラ蹴って、先にね、この、紙結びから使った方が、ヘイストがかかるんでね、はい。結構ね、回復力、奪い返さなくても、なんとでもね、なるんですけど、より安定性を求めた場合ね、回復力は奪い返しといた方が、都合がいいなかなと思ってます。はい。よーし。じゃあね、ここからの芝ドラですね。はい。はい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 。オッケー。いや、でもあったかなりましたね、めちゃくちゃ。あったかなりました、ほんまき。なんかもう気持ちが違いますね。やっぱ寒いと。それイヤホンねじれてる。せっかくランク戦の動画やのに、そこまで気配らんかった。よしよし。こういう時にね、ちょっとね、もう、結構回復力危ういわけですよ。で、こういう時に、
はいはい。で、こう、四つ消し。四つ消し死んでもまあいいんですけど、結構ね、三つ消しとかでも回復力今アップしてるんで、ここでしっかり回復してあげて、そこしっかり回復してあげないと次耐えれないんで、はい。なんか、はい。で、ウェルドやったっけ？はいはい。これ火とかね、作ってくれるんで、しかも回復も作ってくれるんで、で上の方に適当にね、火のコンボ組んであげて、ここもできたら、まあ、4つ消しでも3つ消しでも何でもいいです。この程度のダメージだったら、全然回復できるんで、はい。これでミスったらどうしよう。あー、やっと戦か。感慨深いっすね。まあ、今の環境でね、より簡単になったとはいえ、まあ、ランク戦といえば結構大台なとこありますもんね。で、シバドラ使います。この辺も適当で、むしろ別に、こんな丁寧にパズルしなくても勝てるんですけど、はい。まあ、ちょっと負けて取り直しするのがめんどくさいんで。あ、向こう関数使うの忘れてた。ミスった。やっぱ喋りながらやるとちゃいますね。いつも一人でコツコツやってるんで、はいはい。すいません。ちょっと、ごめんなさい。無効貫通使うの忘れてました。大噴火使いますよね。ごめんなさい。はい。皆さんは先ほどの時に、大噴火使ってください。真似される方は、まあ、もっといい編成があると思うんでね。はい。OK。まあね、縦張られても、倒せるんで、はい。で、こう、2死対象。連続でね、結構無効貫通とか、敵が出てくる時が多いんで、杯2ターン継続のあれですね、無効貫通スキルがおすすめですね。でここも一応回復しといて、でまあ火分割しようか。いやマジで100式にはお世話になりましたね。ずっとね、ほんまここ最近ね、暇さえあれば100式のとこ回ってて、ほんまに。まあ、ランク1100はね、このアカウント、まあ、ちょっと無理かなとは思ってるんですけど、まあ、すぐにはね、慣れなくても、いずれね、まあ、その前にさらに引かんとね、ここは遅延来るんですけど、このままね、シバドラ使ってたら、結構足りなくなるんですよね。その時に、この残したジョナサンをここのターンで使って、まあ別に、ここでコンボしなくてもいいんですけど、はいはい。マジでジョナサン・ジョースターとかね、持ってないキャラもね、いっぱいいるんでね、本当に。苦労しますね。はい。ここね、あんまりね、削りすぎると、中途半端に発狂ラインまで行っちゃって、いけないんで、ここ消せない、ヒードロップ消せなくされたら、全然遠慮せずに、紙結び使ってもらって大丈夫なんで。あ、やば。それはやばい。OKOKOK。で、ここのタイミングで、これぐらい削ってから、まあ、2パンですね。はい。まあ、心配な方は、ヒードロップを分割、上に余ってれば、してあげればいいなと思います。やばいやばい、ヘリコプター飛んでる。めちゃくちゃ、やめてよ。ヘリコプター飛んでるよ。めっちゃ、うーん、言ってるんですけど。OKOK。はいはいはい。でも、ここのルーレットはもう気合いっすね。はい。回復、まあ、言い換えればね、結構、使いよう、はい。10個もいかへんかったかな、これ。あ、これ倒せないっすね、多分。あ、いけた、いいや。ちょっとミスっちゃったのに、はい。やっぱなんか、僕、これぐらいベラベラ喋ってると、やっぱあれっすね。普段一人でコツコツやってる時と、勝手買っちゃいますね、なんか。まあ、そんなもん言い訳なんですけど。で、はい。いや、ほんとにね、もう、なんやろね、やっぱランク戦に、やっと大台乗ったかって感じです。今ちょっとホクホクしてるんですよね、気持ちが。嬉しいですね、やっぱり。ね、ちょっとここはね、はい。はい。はい。で、ここ火つなげてるんで大丈夫と。ここのルーレットがね、消えてなくても。回復3つで全然回復できるんで、はい。
四つ消しにした方が良かったですね、別に。まあ、しなくても全然いけるんで、はい。はいはい。で、ここはもう、ごめんなさい、ペンでやりました。いつもペンでやってるんで、なんで指でやってたの。はい。で、ここ分割してあげて、適当に。はい。はい。さあ、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 個人的には僕、ここは別に光ヘラドラとか闇ヘラドラとか別に関係なく白ドラ使うだけですね。で、ここをね、うまいこと削ったら、落ち込んなしとかね、リーダーフレの、攻撃力ダウンとか、ちょっと調整できるんで、これ一回やってみますわ、これ。多分これで1コンボだけ、ここの横2列だけやったら、ちょうどね、半分ちょいぐらいまで削れると思うんですよ。あ、オッケーオッケーオッケー。で、ここで、もう僕安全に行きたいんで、こんなそろそろっていうか、ぬるぬるやってますけど、はい。で、ここで適当に時間稼いであげて、はいはいはい。はいはい。はい。で、ここでもうちょっと紙結び使っちゃいます、僕は。消せないとか来たら、この、残ってないんですけど、この、何も消せない解除とか、覚醒無効とか飛んでこなかったら、紙結びが、上からね、マームがまた溜まってくれてるんで、その時に、まあ、この時に使っちゃいますね、僕は。さっ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 さ。はい。一応ね、念には念をということでね。よいしょ。まあ、その無効貫通、次、3ターン継続の無効貫通なんで、ボスは2パンを目安にしてるので、はい。そこら辺はね、全然、ちょうどいいのかなと思って。はい。で、一回ね、ちょっと、まあ、こんぐらいで殴っとこうか。はいはい。お、危ねえ、10個もいてんかと。はい、これで HP 満タンやったらもう全然耐えれるんで、はい。で、めったにその火消されたらね、消せないし来られたら積むんですけど、まあ今回はね、運よくあれやったんで。で、まあね、これをずらして。はい、これで、はい。ごちそうさまでしたと、はい。オッケー。クリアですね、はい。嬉しいね。嬉しいね。嬉しいね。やった、これスクショ撮っとこう。アプリ落としちゃった。はい。オッケー、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 オッケー。はい、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 はい。さて、それでは、ガチャ、いきましょう。ランク1000メモリアルガチャ来てますね。はい。何出るんやったかな？あんまり覚えてないんですけど。はい。とりあえず、もう何でも嬉しいです。無料でもらえるんでね。はい。おーい、はいはい。ここは飛ばそうか、もう。シールフ、マジか、マジか。このアカウントね、始めた時に、ちょうど初めての、当時最強キャラが出たのが、シールフだったんですよ。で、これし、また戦でシールフ出るってことは、いや、これは、嬉しいっすね。嬉しいっすね。はい。それでは、ここは本番ですよ。今日は長いっすよ。今日もか、ユーザー情報。購入履歴無料配布分90個でございます。これを全部ガンダムに突っ込みます。はい、僕の狙いはですね、はい、ガンダム一択、はい、1% の壁を今なら超えれる気がする。だってランク戦になったんだもの。多分金やったらギラ動画か。はいはい。まあね、5連続で引けやっていう話なんですけど、そんなもったいないこと、楽しんでできないんで、本当にね、大好きなコラボほど、もうね、一回ずつ味わっていきたいんで、はい。ザクですね。ザクとは違うのだよ、ザクとは。ってね。ザクのね、後継機にグフが生まれ、開発されたんで、おー、ガンダム決まりですね。昨日の動画使いましたね。今日上がってるか。はい。ザクの地上型、特化版みたいな、地上専用みたいな。で、武装も結構格闘専用に優れてて。で、こっちがドムがホバークラフト移動っていうね、滑るように動くんですよ。
で、よりもう地上で高速戦闘に特化した。ちょっと待って、ダイヤが出ねえよ、ガンダム語んな、嬉しいけど。で、リック・ディアスですね。これ、ディアス博士の話もしたしね。はい。ちょっと待てよ。待てよ、この、落選になったのに。よし来た、いやエピオンね、エピオンですか。ちょっとマジで、ちょっと待って、ランク戦になって速攻サイリアなしとか。いやー、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ちょ、待てよ、みたいな感じですよ。ほんまに、もうちょっと、ほんまに頼む。ほんまに頼む。ガンダム欲しいんよ。よし止まれ、いやさあ、ガンダム決まりです。なんかさっきから同じようなものしか出てない感じがしますが、本日最後となりました。これでガンダムを出します。まあヒーローはね、遅れてやってくるもんだってばよ。ね、ナルトも言ってましたからね。はい。ジンか。はい、それでは結果見ていきましょう。はい、この上からですね、今日出たのは、はい、シールフ、ギラ動画、ザク、キマリス、ドム、リクリアス、エピオン、リクリアス、キマリス、ジン。まあ僕らしいかな。まあそれをね、まあ出ないときは出ないし、出るときは出るしじゃね。はいはいはい。交換所見てもね、ガンダムが欲しいんで。はい、もうありがとうございます。もうはい、それでは今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。よろしければね、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。あと Twitter の概要欄に Twitter とかもろもろリンクとかも貼ってあるんで、そちらもチェックよろしくお願いします。あとね、ランク戦おめでとうとかね、ランク戦メモリアルガチャなんか出ましたとか、いろいろね、ガチャ結果とかいろいろコメント欄に自由に書き込んでくださっていいんで、そちらもコメントもいただきますね、ください。それではね、はい、もうご機嫌で終わります。これでガンダム出たらね、よかったね。